川 A パート福岡大学合気道愛好会。福岡大学合気道愛好会は古紙牛歩を座右の銘とし、より一層の心身の鍛錬と技の向上を目標とし、会員一同日々健康に励んでいます。右側 B パート福岡教育大学、福岡教育大学合気道部です。週2回稽古に加え、各自出稽古に行っています。部員は少ないですが、七方地区の方や OB の方に支えられながら一生懸命稽古に励んでいます。久留米工業高等専門学校。私たち久留米工業高等専門学校合気道部は今年創部41年を迎え、現在総勢17名で日々あがつの精神を持って稽古に励んでいます。右側 B パート、福岡工業大学。私たち福岡工業大学は今年で発足さ13年目を迎えることができました。これも菅沼先生をはじめとする合気道昌平塾の方々あってのものだと深く感謝しています。左側 A パート中村学園大学。私たち中村学園大学合気道同好会は、部員は少人数ではありますが、菅野守人師範をはじめ各道場各大学の皆様のお力をお借りして日々稽古に励んでいます。右側 B パート筑紫女学園大学。こんにちは。私たち筑紫女学園大学合気道部は今年で発足39周年目を迎え、日々技の向上とともに花の合気道の稽古に励んでいます。左側 A パート、立命館アジア太平洋大学。私たちは国内生と国際生が一緒になって稽古をしています。部員は30人ほどで、その半数以上は国際生です。日々価値観の違いや言葉の壁を乗り越えて、みんなで合気道を学んでいます。右側 B パート、下関市立大学。下関市立大学合気道部です。上級生がいないため、私たち2回生が最上級生として、これからの後輩たちへ礼儀の手本となるように精進していきます。左側 A パート、大分大学。大分大学合気道部です。自分たちは3回生8名2回生2名の計10名で活動しています。人数が少なく未熟ではありますが、学生らしい元気あふれる演舞をさせていただきます。右側 B パート、九州工業大学。私たち九州工業大学合気道部は昨年45周年を迎えることができました。来たる50周年に向け日々稽古に励んでいます。左側 A パート、北九州市立大学。私たち北九州市立大学合気道部は一時現役部員不在の状況でしたが、おかげさまで新入部員を迎えることができ、 OB、OG のご協力をいただいて、昨年より気持ち新たに新体制で活動を開始いたしました。
右側 B パート、九州大学、九州大学合気道部です。創立47年目を迎え、伝統の重さを感じつつ精一杯演舞させていただきます。左側 A パート、西南学院大学。こんにちは。私たち西南学院大学は、菅沼師範をはじめ多くの方々のお力添えにより、今年で創立49年を迎えることができました。現在部員は少ないですが、一人一人が向上心を持って稽古をしています。